どうも、ゴルフプロの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、バックスイングのトップの位置での形、そして、特にフェースの向き、これがどうなってればよいかを解説していきたいと思います。皆さんがゴルフ上達に向けて、このチャンネルはですね、毎日配信してますので、ぜひチャンネル登録、そして高評価も、もし動画が良かったら、してみてください。とにかく皆さんのパワーを少しでもいただきたいと思ってます。ありがとうございます。それでは、早速いきたいと思います。トップの位置でのフェースの向き。まあ、これは正直言うと見えません。実際にスイング中に見ることはできませんが、まあ、確認はできます。トップの位置でここでパッと見れば、どの向きになっていればよいかというのがわかります。で、このトップの位置でのこのフェースの向きを決めるものが2つあります。大きく言うと2つです。細かく言うともうちょっとありますが、2つです。今回は2つ。この2つを意識してやってみてください。まずは絶対的にグリップです。握った時のフェースの向きが正しくなければ、上がった時のフェースの向きはずれます。これは当然のことです。握った時の向きが変われば、ここでの向きも当然違います。ですから、構えた時に、この手の形、これがずれてしまうと、スイングがずれることにもなります。無理やり合わせようとしますからね。ですから、グリップの位置が正しくない、握り方が正しくない。そうすると、無理やり、まっすぐ打とうとしますが、これがなかなかうまくいかないんですね。スイングも思い通りにはなりませんので、このグリップをスクエア、まっすぐにフェースが向くように握っていくのが非常に重要になります。まずはその1点、必ずスイング中にずれないように、結構ここでこう握り直しが、スイング中にこう握り直す方が結構いらっしゃいますので、そうならないように少し気をつけてやってみてください。そして、二つ目になりますが、このグリップをしっかりキープしながら、こう打っていくわけですが、このトップの位置での、この腕の形ですね、肘が開いてしまうと、まあ、フェースの向きどころかシャフトの向きもずれてしまいますね。ですから、必ず肘は地面の方向に向けてトップの位置を作ってみてください。こういう感じですね。で、この時に正しく上がっているかどうかですね。トップの位置が正しいかどうかというのは、左の腕とこのクラブのシャフトで作られる面、スイングプレーンと言います。平面になるようにスイングしていくのが理想なんですが、この面のところにちょうどリーディングエッジが来ると理想的です。ですから、ここからここにかけて、このフェースのリーディングエッジのところにかけて、面がな、こうね、作られていて、これがちゃんと平面になっているといいよということです。もちろんそれが斜めにこうなってますが、これが少し、こういうふうに、面をなしてない。こうなって、こうなって、こうなってですね。こういう感じだと面をなしてないので、トップの位置で、ここの手首とかをこねてしまって、フェースの向きが狂ってしまうということになります。なので、トップの位置まで上げたときに、ここが面をなしているかどうかということを確認してみてください。もちろんスイング中ではもうわかりません。なので、トップの位置に上がったときのヘッドのこの重み、これを感じます。このヘッドがここにある状態と、ここにある状態と、ここにある状態で違って感じます。重さがあるので、少しバランスがこう変わって感じるんですね。ちょっと違和感が出ると思います。ですから、このトップの位置で、まあ、これで違和感ないなと思った時に、正しい面になっていれば、フェースの向きになっていれば、正しい形になっているということです。その形を作り出して、スイングをしていけば、理想的なスイングのプレーン、面をなすような、綺麗な円を描くわけですね。面をなす。円を描く。そうすると、ボールが理想的に飛んでいくようになります。この二つ、グリップを正しく握り、そして肘を下に向ける。その時に一定の面をなしているかどうかということを確認していただくと、クラブフェースの向き、これが正しいかどうかという判断ができますので、ぜひ確認してスイングしてみてください。皆さんがこれを覚えていけば、相当スイングの精度は上がりますので、頑張ってやってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。